ナンバーアンダーライン INHK ア,アンダーラインミュージサキポー2024でゴートット、i n z m 披露平野翔、優太神宮寺優太の黄金トリオが見せる圧巻ステージ過去と未来をつなぐパフォーマンスに注目すべての目が今夜の NHK アンダーラインミュージサキポー2024に向けられています特に注目を集めているのは日本で最も人気のあるグループの一つ ナンンンバーアンダーアダライン愛の登場ですこのグループは、平野翔岩ガン・神宮寺・優太という、まさに黄金トリオといえるメンバーで構成されており、彼らのパフォーマンスが一大イベントのハイライトとなることは間違いありません。今夜、彼らは、GOT と INZM という2曲を披露しますが、これがどれほど特別な瞬間であるかを考えると、その期待感は言葉では表しきれません。GOT は、 ナンバーアンダーラインアイが結成された直後にリリースされた最初の楽曲であり、その壮大なスタートを象徴する作品となっています。エネルギッシュなサウンドと力強いダンスが特徴のこの曲は、瞬く間に多くのファンを魅了し、YouTube では6700万回以上再生されています。その背後にあるストーリーはまさに伝説であり、彼らがこの曲を通じて自らの道を切り開いた瞬間を、世界中のファンが共有したのです。 そして今、この楽曲が再び舞台に戻ってくるのです。彼らがどのように、強盗を進化させ、今夜のパフォーマンスで新たな息吹を吹き込むのか、それは期待を超えるものでしょう。一方で、INZM は全く新しい風を吹き込む存在です。リリースされてわずか4日で1500万回の再生回数を記録し、瞬く間に話題の中心となりました。この曲は、 ヒップホップとロックが見事に融合したものであり、その斬新な音楽性と力強いメッセージがファンの心を捉えました。INZM は、これまでのナンバーアンダーライン愛のイメージを覆す大胆な挑戦であり、それを通じて彼らのアーティストとしての成長と進化を感じさせます。まさに新しい時代の幕開けを告げる楽曲と言えるでしょう。しかし、ここで一つの疑問が浮かびます。なぜこのタイミングで、ゴートと、 INZM を選んだのでしょうか彼らがこの2曲を選んだ背景には、どのような意図や戦略があるのかを考えてみると、非常に興味深いものがあります。強盗は彼らの原点を象徴し、INZM は未来を示唆するものです。この2つの曲が同じステージで披露されることで、過去と未来が交錯し、ナンバーアンダーライン愛というグループの全体像がより鮮明に浮かび上がるのではないでしょうか。また、 彼らのパフォーマンスに対するファンの期待感も非常に高まっています。SNS では、ナンバーアンダーラインアイの登場に対する期待と興奮があふれ返っており、ファンたちは彼らのコメントやリハーサル映像に対して一喜一憂しています。特に、岸優太のユーモラスな一面や、平野翔と神宮寺優太のリラックスした表情は、彼らのステージ上の真剣な姿とは対照的であり、ファンにとっては一層愛おしい存在となっています。 このような舞台裏の瞬間も、彼らがいかに多面的で魅力的なアーティストであるかを物語っています。その一方で、ナンバーアンダーライン愛の音楽は単なるエンターテインメント以上のものを提供しています。彼らの楽曲には常にメッセージが込められており、それがファンにとって強い共感を呼び起こしているのです。例えば、強盗は、事故の限界を突破し、自らを信じ続けることの重要性を歌っています。 それは、彼ら自身が音楽業界で数々の困難を乗り越え、今の地位を築いた過程と重なる部分が多くあります。彼らのストーリーは、ただの成功物語ではなく、努力と挑戦の連続であり、その姿勢がファンに勇気を与えているのです。さらに、INZM は、現代社会における個人のアイデンティティと自由をテーマにしています。この曲の歌詞は、外部からのプレッシャーや期待に屈せず、 自分らしく生きることの大切さを強調しており、それが多くの若者にとっての共感ポイントとなっています。特に、ヒップホップとロックという対照的なジャンルを融合させることで、音楽自体がそのメッセージを体現しているといえます。彼らの音楽は、単なる娯楽としてではなく、一種の自己表現や社会的メッセージとしても機能しており、その深さが彼らを特別な存在にしています。このように、 ナンバーアンダーライン愛は単なるアイドルグループを超えた存在であり、その音楽とパフォーマンスは常に進化し続けています。彼らの成功の背後には、確固たる信念と不断の努力があり、それが彼らの魅力の源泉となっています。彼らが今夜のステージでどのような新たな一面を見せてくれるのか、その期待はますます高まるばかりです。最後に、私たちは彼らのパフォーマンスを見届けた後、 どのような感情や思いが湧き上がるのか、自分自身に問いかける必要があるでしょう。彼らが描く未来像は、私たちにとっても新たなインスピレーションを与えるものとなるかもしれません。彼らが選んだ楽曲、そしてそれに込められたメッセージは、私たち自身の人生にどのような影響を与えるのでしょうか。そして、次なるステージで彼らが挑む新たなテーマは何なのか。夜空に浮かぶ星踊り子がその輝きを増し、 音楽の響きが待ち遠しい時間を告げる頃、ファンの心は一つの番組に向けられていた。それが NHK ミュージックエキスポ2024だった。この特別な夜は、ファンにとって、まさに心躍る瞬間であり、彼らの期待と興奮は頂点に達していた。特に、視聴者の注目を集めていたのは、ナンバーアンダーラインアイという名のグループだった。彼らのパフォーマンスが披露されるという事実は、 ファンにとって忘れられない一夜を予感させた。メンバーの魅力は言葉に尽くせないほどであり、その存在感とカリスマ性はスクリーン越しにも強烈に伝わるものだった。特に、彼らの楽曲、INZM は初披露されるということで、ファンの期待はさらに高まっていた。このグループは、ただのアイドルグループに止まらない。彼らのパフォーマンスは、観客の心をつかんで離さない力を持っている。 彼らがステージに立つたびに、まるで時間が止まったかのように観客は彼らに引き込まれる。その瞬間、彼らの音楽とダンスは、見る者の,の感情を揺さぶり、心の奥底に響き渡る。ナンバーアンダーライン愛が持つその特別な力は、他のどのアーティストとも一線を画すものだ。NHK ミュージックエキスポの放送が始まるまでのカウントダウンは、ファンにとってはもどかしいほど長く感じられたが、その一方で、 そのの待ち時間すらら楽ししみの一部とてて感じられていた彼らのパフォーマンスを目にするまでの時間をどう過ごすか、ファン同士で交流し合い、期待を共有することで、彼らは一層結束を強めていた。そして、いよいよ放送の瞬間が訪れると、視聴者はその目をテレビに釘付けけにし、まるで魔法にかけられたかのようにスクリーンを見つめた。ナンバーアンダーライン愛の登場は、その期待に応えるものであった。 それは、彼らがこれまで培ってきた全ての努力が結実した瞬間であり、その姿はまさに芸術そのものであった。ファンは、彼らが舞台に立つたびに、その成長と進化を目の当たりにしてきた。彼らの一挙手一投足が、視聴者にとっては特別な意味を持つものであり、その瞬間を見逃すことは許されないと感じさせた。彼らが舞台に立つたびに、新たな驚きと感動が生まれ、 それはまるで新しい物語が始まるかのようだった。しかし、彼らのパフォーマンスが全てだったわけではない。彼らの背後には、これまでの努力と忍耐、そして決意があった。彼らは、ただ華やかな舞台に立つだけでなく、その裏で流した汗と涙の結晶を、ファンに届けていた。その姿勢こそが、彼らが多くの人々から愛される理由であり、その真摯な態度が、 彼らを他のアーティストとは一線を画す存在にしている。視聴者にとって、この夜は単なる音楽番組ではなく、心に残る感動的な体験となった。それは、彼らが放つ光が、一夜限りでは終わらない、長く心に残るものだったからだ。彼らの音楽とパフォーマンスは、ただのエンターテインメントを超えて、見る者の,の人生に影響を与える力を持っていた。ナンバーアンダーライン愛の魅力は、 そのパフォーマンスの完成度だけでなく、彼らが持つ人間的な温かさにもある。彼らの笑顔や、ファンに対する感謝の気持ちは、スクリーン越しにも伝わり、視聴者の心を温めた。その瞬間、彼らとファンとの間にある絆が、さらに強く深く結ばれた。そして、この夜のパフォーマンスを通じて、彼らが伝えたかったメッセージは、ただ一つ。それは、どんなに困難な状況にあっても、 希望を持ち続けることの大切さであった。彼らが放つ音楽は、まさにそのメッセージを体現しており、その力強いメロディーとともに、ファンの心に深く刻まれた。最後に、視聴者は一つの疑問を抱くことになった。これからの彼らの未来は、一体どのような方向に進んでいくのだろうか。彼らの成長と進化は、果てしなく続いていくのだろうか。そして、 その過程で彼らが見せる新たな一面は、ファンにどのような感動をもたらすのか。これからも彼らの活動を追いかけ、彼らと共に新たな旅路を歩んでいくことになるのだろう。この一夜の体験を通じて、視聴者は彼らの音楽に込められた思いを感じ取り、そのメッセージに共感することで、彼らとの絆を深めていくことになるだろう。そして、未来への期待を胸に、次なるステージを心待ちにすることだろう。